こんにちは。今日はアメリカで買ってよかったものをご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。まず1個目なんですけど、これトレーダージョーズで売ってる日焼け止めなんですけど、こんな見えんのか、これめっちゃ伸びてつけ心地がめっちゃもちもちしてていい感じです。これ顔に毎日塗っているんですけど、この上から別に化粧しても問題ないし、アメリカに来て本当にお化粧しなくなったので、この日焼け止めつけて何でも対応します。何でも対応しますっていうか、普通に外出たりとかしちゃうんですけど、まあ、この日焼け止め塗っとけばいいかなって思ってるくらい私はすごく好きな商品です。毎日毎日塗ってるので月に1本は買ってます。なくなったら困る。でもう一個もトレジョなんですけど、これヘアセラム、これちっちゃくて 81ml しか入ってなくて、いつもはこういうなんかでかいのを使ってるんで、これと比べると結構小さい。パーマかけてるともう本当にオイル塗りたくらないとファってなるので、髪の毛に塗れるオイルをいつも探してるんですけど、トレジョに、ね、あったので使ってみたらいいです。いいしね、これキラキラする。アドシャインってここにも書いてあるんですけど、ちゃんとこう栄養行き渡ってますよ風の髪の毛にしてくれるのがすごく気に入ってます。あのシアバターとココナッツオイルが入ってるので、甘いは甘いんですけど嫌な甘さじゃないっていうか、なんかまあナチュラルな香りですごく気に入っています。旅行に行くときにあの 100ml 以上の、これ 100ml 以上なんですけど、これオイルって大体大きいじゃないですか。日本から持ってきたのも 100ml 以上だし大きいんですけど、機内持ち込みとかだと 100ml 以内しか無理なので、いつもオイル困ってたんですけど、これであれば 80ml なので持っていける、旅行にもいいなと思って買ったらすごく良かったので、これお土産とかにも持っていこうかなと思ってるくらい気に入ってます。次、何度か Vlog に出てきてると思うんですけど、ノースフェイス の水しか入らないバッグです。これは、ノースフェイスのアウトレットで買って、アメリカはノースフェイスのアウトレット、もうアウトレットの中に必ずあると言っても過言ではないくらいあるので、行くたびにチェックしてるんですけど、このバッグは本当に買ってよかった。自販機がそんなにないので基本的にみんな、ウォーターボトルを持参してるんですけど、ウォーターボトルがスッと入って、この中ちっちゃいね、なんかメッシュとかついてるんですけど、ここに携帯とか入れて、これもね、これがあればどこでも行けますセットなんですね。で、私は基本的に朝散歩するときにこれをつけて歩いてるのと、ウォーターボトルを持って歩くのって意外と手がちゃんと動かせなかったりとかして嫌なので、これを持って歩いてます。これかなりおすすめ。似たような商品多分いろんなところに売ってるので、いつも水筒手に持ってるよって方にはおすすめ。すごいね、いいですよ、両手使えるって素晴らしい。続いてバス&ボディワークスのこの香り、ホワイトティー&セージっていう香りです。これめっちゃいい香りで、今まで買ってきたバス&ボディワークスの中で一番いい、良かった香水みたいな香りがして、すごい高級感あふれる香りがする。で、バス&ボディワークスはセールになる時に絶対まとめて買った方が良くて、これ本当は$8.95するんですね。で、これセールになるとかなり安く手に入るので、セールの時に狙ってバーッと多めに買っておいて、別に賞味期限とかもないので、それでお土産とか、あと普通に自分で使う時用に持っとくのがいいなと思います。これ泡で出るのでそれもまたいい。バス&ボディワークスは匂いが強いので、それを良いと取るか悪いと取るかって感じなんですけど、基本的にはいい香りが多いので私はとても気に入っているブランドです。続いてこれです。これはインポーティッドフロムイタリーって書いてあるんですけど、イタリアから来たお菓子、チーザみたいな感じの、日本のチーザの味がするけど、こういうおかきみたいな感じなんですけど、チーズ感がすごいんですよ。チーズって感じ。これクロトリュフが入ってるので大人向けなんですけど、これ多分すっごくねお酒に合うと思う。私はあんまりお酒飲めないんであれなんですけど、
これはお酒が進むおつまみ。甘いお菓子アメリカいっぱいあると思うんですけど、こういうしょっぱいお菓子もいろいろあるので、食べたことないお酒好きの方はぜひ買ってみてください。以上です。本日もご覧いただきありがとうございました。では。